今が3時。夜中の3時です。昼じゃない。昼じゃなくて夜中の3時。こうやって、ゆっくりゆっくり歩きます。本当はね、あれ、あそこが、デナリの山頂です。すごく綺麗なんですけど、デナリ山頂ってこの前行ってたエベレストのベースキャンプ6400より低いんですよね。あそこだから本当はこうゆっくりじゃなくて一気に駆け抜けて行きたいんですけど、もっともっと速く走ってキリアンさんみたいにね。ここはクレパスがものすごくたくさんあるってことなんで、そういうことはできず、このようにみんなで足並みを揃えていかないといけない、そういう山です。南極と同じ。はい、あと5時間ぐらいあるのかな。すんごい綺麗。天気があとデナリは安定しないから結構登頂率が低いということなんですけど、なんとか天気でしっかりと登頂させていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すげえかっこいい。あれはアラスカ3番目の山みたいです。アメリカでも10番以内じゃないかな、高さって。すごい綺麗に出てる。今は朝の3時40分。今日は6時間半。今朝の6時半。夜の12時に出て、ね、キャンプ1に着きました。こちらキャンプ1。まあ7時間かかるって言われてたんで、まあ普通いい方なんじゃないの。結構寒い。なかなかの寒さです。すげえすげえ深い、すごい深いクレパス。何気なくクレパスがありますね。ここも多分そう。このライン、うわ超深い。到着。荷物が重いのだけがデナリのあれかな。あとクレパスがいっぱいある。ベースキャンプからここまでまだ10キロぐらいしかないんだけど、荷物が重いんで7時間もかかりました。今からテントを作るけど、クレパスがそこら中にあるのでテント地も、だからクレパスだらけなので、あの長い竹竿でぶっ刺して下がちゃんと固まってるか見るという、その上にテントがある。これは何も見えなくなる。むしろレンズが歪んでんのかな。めっちゃ歪むんだよ。今が朝の6時50分です。明日は上に行くのかな？さあ、後ろがデナリ。あれはデナリなんですけど、結構な、今回、全部荷物を持ってきているのが、だいぶ初日で来てるので、これをデポっていこうか迷い中です。今回の装備カツラもいっぱいあるんだけどね。どうしようかな、いけるかな。これあー
食器あ、いい食器さっきお疲れ様でした。お疲れ様です。明日で加藤さんに次はどれどどこちらの僕のカメラにお願いします。D お願いします。はい。あの僕はビデオなんですけどいいですか。はい、おめでとうございます。頑張ってください。キリアンジョネに続く。あ、そうですね。はい、サインもらえばいい。ああ持ってなかったペンが。ありがとうございます。スキーバージョンでいいですよね。スキーバージョン、じゃあ簡単な、はい、あのちょっと簡単なやつになります。何する？ネットじゃ消えちゃうんじゃない？消えますから。大丈夫じゃないですかね。こんな感じです。あ、ありがとうございます。ああ、すげえ。出なりそうです。同じように。はいはい。こっちも。はい。ありがとうございます。取るから。超綺麗。あ、フライト君とかはもう。もう DC に立って、もう少しね、さっきまでは、さっきまでは、ヒライトさんたちが一番さ、僕、ここにすみません、いいですかね。いっぱい書いてありますね。はい、ありがとうございます。やったねー。すいません、なんか落書きだらけそのあたりにここで雨だったんですけど、まあ、別になんか雨だったし、どれぐらい降ったか分かんないから、なんか高をくくってたら上行くとどん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 雪がこう深くなって、ウィンディーコーナーでウィンディーコーナーのトラバースが処理が落ちていかないっていう。あ、そうです。だから50センチとか60センチ積もったから、そのウィンディーコーナーって斜めのところがこういう溝がボブスレーコースになってて、はい、溝、こちらはねずっと C1 で、多分まだ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 残ってると思う。まだ残ってる。はい。ジャパニーズクルマール残ったの？そうですね。はい。あれアプローチはどっから？アプローチこっからです。ここだ。はい。でもまあ結局ガスったんだけど。ガスとか見えてないね。他にクロールは7、8ピッチぐらいかな。え、あの結構ここまで来たらずっと見えた。あの、うん、こっち側のカシュットのピッチの奥の最初のクロール。あ、まあ、そうですね。はい、うん。こっちにすると、ただ滑走の中間部が若干見えにくくなるっていうので、滑走重視であっちにしたんですよね。あ、なるほど。で、いや、で、本当は、うん、あの取りに登ってるときはこっちにピョコピョコと歩いて取って、うん、で滑るときはあっちのキャンプでと思ったら、うん、途中でこうクレパスがキャンプ地に来たり、なおかつ、2人は一応山はそんなに得意じゃないから、うん、もう出るなって言って、うん、だからもう幅15メートルぐらいの範囲内でしか生活しちゃダメですよって、2人は留守番してたんですよ。へー。あのキャンプから何が滑るとか見えるの？いや、滑るところが今この位置よりもうちょっとよく見える。へぇ、ほんのもうちょっと、はいはい、どっちかというと滑りを優先しようかみたいな。なるほど。どっちにしてもガスってもいいなって。